皆さんこんにちは。フィリピンダバオ情報チャンネルの町田です。本日もフィリピン全体とダバオ地域の情報についてお伝えします。まずはフィリピン全体の新型コロナウイルスの感染者情報についてですね。こちら7月5日と6日の2日分の情報をお伝えします。はい、こちらです。まず7月5日ですけれども、注目したいのが新規の感染者数ですけども、中央の下の数字です。2434人というのが、なんと、新規感染者の数として今までで最多の数が出てしまいました。これは7月5日ですね。はい。そしてこれにより感染者の総数は 44,254人となってしまっています。はい。これはですね、非常に衝撃的なニュースでして、で、このいつも出しているフィリピン保健省からのこのデータですけれども、警告も出ていますね。フィリピンが継続して規制を緩和しているにつれて、人と人との間の接触が増えているため、感染者も増えていますということが書かれています。そしてですね、引き続き手洗い、そしてフィジカルディスタンシング、距離を取ることですね。そしてマスクをつけることや必要のない外出は控えてくださいということが警告として下の方に書かれています。そして回復者の総数は 11,942人、死亡者の総数は1297人となっています。これが7月5日の情報です。続いて7月6日の情報です。これ一番上にですね、出ているのは、これ新しい表示の仕方なんですけれども、トータルナンバーオブアクティブケースということで、感染した人のうち回復者、そして死亡者を抜いた数ですね。つまり現時点でも陽性の状態が続いている人の数が一番上に表示されるようになりました。それが 32,845 人です。続いて一番下の数字ですけども、2099。これも新規感染者の数です。2日連続して2000人以上が新規感染者として、フィリピン全国で出ているというこちらも深刻な数字ですね。そして感染者の総数はこの上から2番目に書いてある46,333人、回復者の総数が 12,185 人、そして死亡者総数が1303人になっています。はい、これは極めてですね、重いニュースなんですけれども、こちらについてフィリピンの政府がどう発表しているかは後ほどお伝えします。続いて、私が住んでいる地域のダバオ地域についての情報ですね。こちらも7月5日の分からです。こちらも表示がちょっと新しくなっているんですけれども、この607というのは感染者の総数ですね。そのうち何パーセントがやっぱりアクティブなケースか、現在も陽性となっているかというので、30%、181人がダバオ地域全体で陽性の状態が続いていると。そして 65% が回復して 5% が死亡しているという、そういう円グラフの見方ですね。で、下の方、中央の方ですけれども、見ますと、オレンジ色の12となっている数字ですね。これがダバオ地域での7月5日時点での新規感染者の数です。12人です。そして感染者の総数は607人と、こちらもやっぱり継続して増えていますね。で、死亡者の総数は33人。そして回復者は5人増えて、総数が393人となっています。これが7月5日で、続いて、ダバオ地域の感染者の7月6日の情報ですけれども、こちら、じゃあ中央の情報を見ますけれども、オレンジ色の7となっているのが新規感染者ですね。はい。そして回復者が6人出て、感染者の総数が7月6日時点で614人、死亡者の総数が33人、そして回復者の総数が399人となっています。で、一番上の円グラフを見ていただきますと、182人、30%、黄色い部分が現時点でも陽性が続いているという状態の人が 30% ということですね。はい。というわけで本日のメインのテーマですけれども、こちらは、現地の新聞に載っていた記事から引用してますが、新型コロナウイルスの新規感染者が急増したことを、悲しむ一方で、大統領府はですね、フィリピン政府は経済を再開する以外選択肢はないということを述べています。ハリー・ロック大統領報道官は7月6日のオンライン会見で、多くの人はこのことを聞いて緊張し悲しみましたと、この数字ですね、新規感染者が2000人以上を超えたということを聞いて悲しみましたと。しかし、私にはこの代替手段はないと思いますということを言ってるんですね。代替手段というのは、規制を緩めながら経済を動かすしかないということですね。そして続けてこう言ってます。本当に経済を動かしていく必要がありますと。
経済を再開しないと私たちはウイルスにかからないで生きていくことはできるかもしれませんが、生計が成り立たなくなるためそれによって死んでしまいますということまで言ってるんですね。これが今のフィリピン政府の正直な本音というところですね。結論ですね。フィリピンのほとんどの地域は一般的なコミュニティ隔離 GCQ または修正を加えた一般的なコミュニティ隔離 MGCQ のいずれかにあり、ほとんどの企業は職場の人員の制限や入場の制限または物理的距離を取る等の制限はあるものの営業をすることができるようになっています。ただセブ市は強化されたコミュニティ隔離一番強い、隔離措置が行われているので例外ですけども、それ以外の ほとんどの地域では今申し上げた、規制措置となっていまして、企業も、まあ、一部営業できない、業種はありますけれども、ほとんどの企業が営業することができるようになっています。そして先ほどの、フィリピンのロック報道官はですね、フィリピン政府は国全体の保険、これは保険体育の保険ですね、保険と経済とのバランスを見ていると述べ、新規感染者のほとんどは無症状または症状が軽いということを述べています。こちらはですね、保健省のデータでも毎日最近出されているんですけども、アクティブケースの内訳ということで、現在感染がそのまま陽性となっている人の内訳ですね、それが症状がどうなっているかというのが内訳がこのように出されています。こちらを見ますと、これは7月5日時点での数字ですけれども、アクティブなケースが31,015人いるうち、一番上のアシンプトマティックというのは無症状、症状がない人ですね。それが 5.9%。そしてマイルド、これは軽症、症状が軽い人がもうほとんどで 93.3%。そしてシビア、これは重いですね。重症の人が 0.7% で、もう一番下のクリティカルというのは致命的な状態だっていうのが 0.1% で、まあほとんどいないということですね。まあ、これを見てみますと、28,925人、全体の 93.3% の人はマイルド、軽症の状態だということも重ねて大統領報道官も述べていますね。しかし、ロック報道官は政府がより厳しい隔離措置に戻す選択肢を除外はしていないということも言っています。状況が悪化してですね、クリティカルケアの対応ができなくなってきたり、感染者の倍増率が急激に以前の状態に戻ったりした場合は、その他に代替手段はなく、より厳しい規制措置を行わざるを得ないということも述べています。なので、まだ経済はどうしても今ですね、進めなくてはならないですけれども、まあ、もし感染が本当に急増して医療が追いつかなくなってきたら、また元の企業活動も一時止めて、経済を止めて、また規制を強くしなければならないという選択肢も取らなくてはならないことも言っています。ただ今、このように2000人という1日の新規感染者が多い中で、なんで規制を厳しくしないんだっていう国民の声も当然あるんですが、それに関しては、今経済を止めてしまったらみんなもう、生計が成り立たなくなってしまって、飢え死にしてしまうと、そういうことを言ってるんですね。というわけでですね、規制は緩くなっているんですが、それでもう喜んで外に出るということではなくて、まあ実際今フィリピンどの規制の段階でも一番緩い規制でも、私が住んでいるダバオ市も一番緩い規制なんですが、基本的に外出禁止とはなっているんですね。許可されている業種の仕事をしている人、または薬とかですね、食料品を買いに行かなくてはならない人、または通院する人、大体そういった人以外は基本的に家にいるようにと、そして21歳未満の人と、60歳以上の人も基本的に外出禁止だということはフィリピン全国で謳われています。まあちょっとですね、あまりにも規制の状態が長いので、中にはですね、もうマスクもしないで子供が外で遊んでたという、そういった記事も新聞には載っているんですけれども、まあ今もう感染が、規制が緩まったことによって当然人の動きは増えてますし、私が住んでいるダバオ市ももう道とかは渋滞とかもですね、場所によっては以前のように、まあ以前よりは若干緩いですけれども、それでも渋滞があるところはありますんで、はい。モール行ってもですね、まあみんな必要最低限の買い物はしなくちゃいけないので、人も結構増えてきてます。はい。そういう状態で感染者は増え続けている状態ということで、もう自分の身を守るのは自分しかいないということですね。はい。まあみんなが出てるから大丈夫だ。で、かかってしまってからではもう遅いので、くれぐれもですね、今感染者は増え続けているということを念頭に、入れて、まあ、我慢するところは引き続き苦しいですけども我慢して状況を見ながらですね、賢く、生きていくしかないかなと思います。はい、それでは私の動画ではこのようにフィリピンや私が住んでいるダバオ地域の情報について
動画にしてお伝えしています。チャンネル登録がまだの方はぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご視聴いただきありがとうございました。